カルロスマリアデボルボトスシシリアスイボルボンパルマは、スペイン王子、カラブリア系ボルボンデシチリア系の課長。カラブリア校及びカゼルタ博。イタリア語名は、カルロマリアディボルボイコールデシチリエ。両シチリア王家課長の座を三代のカストル校と争っていた。スペイン王子及びカラブリア公アルフォンソとその日アリシアの長男として、ローザンヌで生まれた。一歳の時に、 一家はスペインへ移住した。1948年、バルセロナ博不安によって選ばれ、フランシスコ・フランコの後継者として教育されることになったフアンカルロス王子に同行し、育てられた。カルロス・マリアは、フアンカルロスの母方の重邸にあたり、また共に、アルフォンソ12世の彦でもある。1965年、オルレアン家家長パリ博、アンリのンアンヌと結婚し、 一難四条も受けた。1994年、スペイン国王フアンカルロス一世によって、スペイン王子の称号を授けられた。ただし、1978年憲法が定める、大継承権者の範囲には含まれていない。シューダーレアルとトレドに不動産を所有し、レプソルやテレフォニカといった大会社の株主でもあった。また、サンティアゴ騎士団、カラトラバ騎士団、アルカンタラ騎士団、 モンテザ騎士団の王室委員長を務めていた。ありがとうございます。